カジヤマサイチナツは、モーターサイクルロードレースライダー。神奈川県横浜市出身、身長161センチメートル、血液型 B 型。10歳の時にポケバイレースを始め、翌年ミニバイクレースにステップアップする。2015年、2016年は、モテギロードレース選手権、レディスクラス参戦している。2018年から56レーシングに所属し、 CBR250R ドリームカップ参戦している。鈴鹿サンデーロードレース選手権第2戦 CBR250R ドリームカップ E クラス初出場、初優勝を果たす。2019年は昨年に引き続き56レーシングに所属し CBR250RR ドリームカップ参戦している。つくばロードレース選手権 CBR250 RR 第2戦で優勝している。2020年は2年間所属していた56、レーシングを卒業し、ゴシレーシングの一員となり、JP250 に参戦する。九州ロードレース選手権で自身初となる、ポールツーインを果たす。MFJ カップオートポリス大会鈴鹿大会ともに、ナショナルクラス優勝2021年は、ランクアップレーシングウィングステンのライバーとして、 MFJ カップ JP250 に参戦する MFJ 全日本ロードレース選手権で総合優勝を果たす。つくばロードレース選手権では前線ポールツーウィンで総合優勝を果たす。ありがとうございます。